みなさん、お元気ですか日本語がんばろうのアクバルです。インドネシア人です。インドネシアのジャカルタに住んでいます。前のビデオで日本の食べ物について話しましたよね。今回は日本での仕事について話したいと思います。よろしくお願いします。毎年日本に 仕事に来る外国人が増えていますね。みんないろいろな仕事をやりますね。例えば工場の仕事とか、建築の仕事とか、船の仕事とかです。インドネシア人である私にとって、日本で仕事することができるのはとてもありがたいことです。 なぜかというと、日本の会社の給料は高いからです。自分の母国に比べてみると、最低賃金が全然違います。皆さんがびっくりするほどずっと違いますね。ジャカルタの最低賃金は時給250円。日本で 最低賃金が一番低い県は沖縄は時給820円ぐらいです3倍違いますよね他の国の最低賃金はわからないけどインドネシアだけ見たら最低賃金の違いは大きすぎると思いますよね私も2019年まで 日本の沖縄で仕事したことがあって、その時は節約もしないで結構稼ぎましたよね。今はインドネシアで頑張って仕事していますけど、やっぱり日本の給料の方がいいですよね。みなさんは日本で仕事したいですかどんな仕事をしたいですか 日本に初めて来た人はこの3のことについてしっかり覚えておいた方がいいと思います。1、日本人は時間を守ります。私の母国は時間を守りますけど、やっぱり日本に比べたら全然違います。日本は仕事を始める時間の前に来る。 それから休憩はちゃんと休憩の時間になってから休む。それから仕事の締め切りは厳しいです。仕事だけじゃなくて、バスとか電車も同じです。バス停にはバスの時間が張ってあって、バスは時間通りに来ますよね。 電車は特にもっと時間に厳しいです。2番、日本人は仕事の時間が終わってもすぐ帰りません。これは会社によって違いますけど、特に事務所とか現場の仕事とかは仕事の時間が終わってもすぐに帰りません。 明日の仕事の話とか、残りの仕事をやるとかします。もちろん、すぐに帰ることができますけど、なんか先に失礼しますとか、先に帰りますというのは言いづらいと感じています。誰か先に帰ると、みんな笑顔で返事してくれていますけど、ちょっと顔に先に帰るなよ。 一緒に会社を出ようよという印象が時々見えます。3番。日本人は家へ帰っても仕事のことを考えています。これもみんなが覚えておいた方がいいと思います。日本人は家へ帰っても仕事を考えるのが当たり前のことです。みんな忙しくて うちでも仕事のことを考えます。仕事にまだ慣れていない人は、こんなことをしたほうがいいと思います。仕事のことが、で、早くできるようになると思います。日本での仕事は楽しいこともたくさんあるけど、悲しいことも時々あると思います。仕事に何か大変なことがあったら、 あまり気にしないで一緒に頑張りましょう。今日は日本での仕事について話しました。以上です。サブスクライブとライクお願いします。また見てください。ありがとうございます。